あーなんだなんだなんだ今わかったギャップでわかった見た目と操作感が違いすぎんねん操作インプって言うとスポーツ感バリバリで動かせるイメージあったんやけど結構もっさりしてたやんもっさもさあー確かにもっさりしてるってずっと言ってたもっとスポーティーなイメージあったからすごい大衆向け感で拍子向け感あったわ確かに操作性めっちゃ文句言ってたもんね文句ともちゃうかったけどなてかインプって大衆向けなんやからそれでええんやけど うちは驚いたって話。大衆向けだっけスポーツモデルは WRX がつくやん。てかあのモデルは WRX が分離したから、ほんまに大衆車やで。へえ、じゃあターゲットとしては正しいのか。やからむしろ、スバル車を無条件にハンドル重くてブレーキ硬いと思ってたうちが悪い。悪くは、ないと思うけど。多分その辺のギャップやろな単体で見るとすごい良くて、アイサイトも便利やったんけど、なんかすごいスポーツ感ないし、でかいし。 最新モデルやないしなぁってなってしまったんよ。幻滅したわけか。うちが勝手にな。なるほどね。よかったね。説明ついて。そうやね。多分そう。てか、うん。一応言うとくと、めっちゃいい車やったで。ふむ。中古車の選択肢としてめっちゃあり。覚えとく。